年前、スイスは国をズタズタにしてしまう内戦寸前の状態でした。ニコラ・ド・フリューは妻があり、大家族の父であり、農夫、役人、裁判官を務め、そしてその英知と判断力で知られる隠し修士でした。彼は紛争の解決に乗り出し、祖国を荒廃から救いました。今日では彼はスイスの父として崇められています。ニコラ修道士は1417年フルリランフィトで生まれました。この年は重要な年でした。コンスタンスの公会議は教会が3人の教皇によって仕切られる時代の終わりを決めました。その一方で、ここオフバルデンでは他の場所での出来事はよく知られていませんでした。人々の行動半径は30キロほどに限られていましたが、やがてもう少し遠くへ行くようになり、新しい考えの人が新しい世界に接するようになりました。人々は読むことも書くこともできませんでした。国政を担うものでさえ文盲でした。でも彼らは地力のない人々ではありませんでした。単に学ぶ機会に恵まれなかったのです。彼らは季節の移り変わりに沿って生活していたのです。宗教的な伝承は家族の中で口伝えに残されてきました。ニコラはこうした環境の中で大きくなりました。彼は若い頃から孤独な世界を求めましたが、同時に反対の考えの人々との交流を愛してもいました。そんなわけでニコラは政治的なことに関わることになったのです。士官、そして傭兵。戦争が行われていた時代、戦いに行ったのは若い人たちでした。ニコラは報酬が目当てで兵士として戦うことを批判しました。農民であるスイス人にとって戦争は最も良い稼ぎで、山のような戦利品は大きな宗教の足しになりました。しかし結婚し家庭を持つとお金目的で戦場に行かなくなりました。それは皮肉なことです。当時ジュネーブ協定はなく、ニコラはこれを非難しました。彼は高いモラルを備えた人でした。母親の体内でニコラは天空にすべての天井を照らす星を見たと話します。これはコリント人への第二の手紙で、パウロがキリストの顔に神の存在と本質を見たと書いてあるのを思い起こさせました。キリストは世界を照らす暁の星なのです。それは言葉では十分に表現できない光なのです。私たちは皆キリストの姿を反映するように望まれています。そしていつの世にも神に選ばれた男性と女性が現れ、神の恵みの輝きをもたらす人が出てきます。アッシジのフランシスコ、アルスの主任司祭、その他多くの人たちです。そして私にとってニコラは神の心の現れであり、神を私たちに示す人です。夫、家庭の父親、そして裁判官。
ニコラは30歳の時、当時としては高齢でしたが、ドロテ・ビスと結婚しました。彼の妻は15歳か16歳だったはずです。彼は家庭のために家を建築しました。このスイス人は現実の地にしっかりと根を下ろした人でした。彼は神が彼に提案したことを実行しました。彼は農夫となり、彼よりも15歳も年下の女性と結婚し、10人もの子供を授かり、また彼は公人としても神が彼に信頼して任せられる男としての洞察力、助言を与える知性を授かっていました。彼は裁判官として認められ称賛されていました。彼は常に自分の良心に問いかけ、彼の魂と誠意に従って行動しました。何よりもまず賠償されない者たちの一人であり、清廉な人でした。それゆえに2人の不正直な金融家たちに地方の市民権が許可されたときに、彼は役職から引退しました。これらの人々は州政権の保護を得るために権利を買収し、喧嘩早い彼らの事業を続けることが目的でした。彼はこの種の事柄にはっきりと有罪の判決を下したのです。神は彼を隠し修道士になるために呼び出しました。彼の息子たちの一人が夜目が覚めた時に、彼の父が暖炉のそばで祈っているのを見たと話しました。我が主よ、我が神よ、あなたから私を遠ざけるすべてのものを私から遠ざけてください。我が主よ、我が神よ、あなたに私を近づけるすべてのものをください。我が主よ、我が神よ、あなたに私のすべてを捧げるために私自身から解放してください。ニコラのこの主への呼びかけは、製粉機が絶えず繰り返し粉を引くかのように続きました。またドロテにとって、彼女の夫を理解することは重要なことでした。彼女は祈り、彼女の内面の戦いとなりました。彼女は夫がいかに苦しんでいるかを見ました。彼が果たすべきでない一つの道に進まなければならないことを理解したのです。結局神は彼に辛い決心をさせるまでに導き、また同時に妻ドロテの心の中にも、息子たちの心の中にも、彼らの父を解放できるように突破口を開いてくださいました。ニコラ修道士は息子たちと共に家族で営んでいる農場の将来に関するすべてのことを準備しました。どんな状況下にあっても、彼は家族から逃げ出したということはできませんし、彼は決して家族から逃げることはしませんでした。家族と妻をとても愛していました。でも彼は共に神の御心を認識し、特別な証明があると家族の皆が感じていました。このことは、彼らが結婚の日に交わした結婚の誓いの放棄にならず、むしろ一方ではニコラの証明を通して、もう一方では妻ドロティと彼の家族の証明を通して誓いの更新となりました。ドロティは自分自身の手で夫のために修道服を縫い、それを夫ニコラのベッドの上に置き、この証明を分かち合い同意したことを示しました。さらに啓示を通して、少しずつ彼の人生を明け渡し変えるように導いたのは神の御業でした。
ニコラ修道士は家族から離れ隠遁者になります。初めから彼の考えは隠遁者になることでした。彼は他の隠遁者たちに会うために、また彼の妻と10人の子供たちを見捨てるという不名誉なことから解放されるためにアルザスに向かって出発しました。彼が熟慮した上のことでした。その後彼がバーゼルの町に着いた時、赤色のベールが彼の目の前に落ち、彼を怯えさせました。それについて一人の農夫に話すと、帰るように言われました。なぜならスイス人は少し前にアルザス人を大量虐殺したために、アルザスでは歓迎されていませんでした。さらに彼の家族はニコラを必要としていたからです。ニコラにとっては、神がニコラを外国の地へと道を歩むのをやめさせ、神によって再び家族のもとへと帰らせることは大きく重い犠牲であり、彼自身の望みを完全に断ち切ることを意味していました。それで彼はメルチの谷の山あいの放牧地に隠れましたが、冬が到来する直前に狩人に発見されました。そして神からの啓示を受けたのです。フルイランフトに行きなさい。あなたの家族が暮らしている家のすぐ隣に、そして全ての人の十分な考えを合わせて、あなたが決めたこの選択を受け入れなさい。私は彼はこの召し出しに疑問を持ったと思います。そしてもう一度彼がその道を突き進み、神と人々のために完全に自分自身を捧げる選択をする前に大変苦闘したと思います。私はフルイランフトの隅にあなたの修道者、隠遁者の個室を構えることを望んでいると、神は空からの光の輝きを通して、この呼びかけを確かなものになさいました。彼の小部屋の窓が示すように、彼は誠に神に向かって、そして世界に向かって開かれていました。外面にも内面にも向かっても開かれていくのでした。神の使徒。彼の生涯は神からのビジョンにとどまられていました。非常に視覚型の人でした。彼は一つのイメージについて言っていました。これは私の本でこう読めます。中央に神がおられます。すべてが彼から来ています。外側の輪によって表されているすべての創造物は神の作品です。この世の生きるものである私たちは決してこの中心を失ってはならず、たゆまずそれを探求しなくてはなりません。これらの光が中央に向かって戻っているのはそのためです。他の人々と個人的に再会するのはそこでなのです。神、平安を生み出すのはそこなのです。彼は平安は神にあると言っていました。天におられる私たちの父よ、御名が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。知性と力と栄光は永遠にあなたのものだからです。アーメン。1417年における教皇庁の分裂とコンスタンスでの改革の議決書を
教会が実行に移すことができなかったのはこの世紀においてのことでした。ニコラは改革が行うべき方法について非常に明確なビジョンを持っていました。それは我々のうちにおられるキリストを意味しています。すなわち我々のうちに神が満ち満ちておられれば改革が我々から吹き出してくるということです。まず教会から始まるのではなく我々のうちから始まるべきだということです。ニコラは心から改革を始めた人たち同様前衛派の人でした。彼は神の御旨に生涯を捧げて神に言いました。神よ、私をいつでもよろしいようになさってください。神はご自身の存在をこの命にいっぱいにされたのでニコラは20年間何も食べず飲みませんでした。奇跡的な断食だと言われていますが、ニコラは神の存在で十二分に満たされていたので、彼にとっては断食ではありません。ニコラは神の愛を食べていたのです。彼は熱烈な生命力に満ちた男でした。皆の心を唱える善意の人でした。人々が多くの事柄を打ち明けていたので彼は多くの情報を持っていました。彼はそれをすべて祈りの中に受け入れてその深みから忠告を与えていました。職人の平和。フランスの国王はブルゴーニュ公爵のシャルル・ル・テメレーが国王の前身を遮っていたのでこれに反抗するためにスイス兵を雇い気前よく報酬を払いました。戦いが起こり公爵はコンソンとモラとナンシーで敗北しました。彼らは莫大な戦利品を持ち帰りました。ブルゴーニュの人々は多くの富を持っていたのでそれを分配しなければならずそこで争いが勃発しました。その上フライブルクとソロトゥルヌの独立州は勝利に一役買いました。それでスイス連邦への併合を要求しました。連邦の起源だった田舎の州は都市の州が多数派となることを好まず争いが再燃しました。片や内戦が準備されていたのでスタンスの司祭がその夜ニコラの家に急ぎました。彼は翌日戻ってきて立役者たちを最後に集めました。平和を目的とする解決法が1時間で見つかったことが今日知られています。平和を祝う鐘が鳴り渡りました。ニコラは精神的に人々の中心にいました。彼の権威は非常に大きな力を及ぼしていたのでこの攻撃的で挑発的な集団をテーブルを囲んで座らせて統合することに成功しました。それで平和の鐘が鳴りました。彼が公の職務を放棄して隠遁者となったにもかかわらず以前よりもはるかに多くの影響力を持ったことに私は常に魅了させられます。現代の聖人です。これは静寂の場です。日常茶飯事から完全に離れることができる非常に平和な雰囲気を感じます。彼は国民的聖人です。時の流れとともに常に大きくなり続ける心と心の関係です。日常生活が忙しすぎて変化が多すぎるように思います。
仕事や子供のことなどしなければならないことがありすぎて自分を理解することができなくなっています。私は単に静けさ、自然、そして神の声を求め自分を再発見したいんです。あらゆる世界の人々がここに来ます。老いも若きも感動して言っています。ここはなんと平和な場所だろう、なんたる力、ぜひ経験すべき。そして一新して帰っていきます。我々の人生に神の場所があればあるほど我々の外部への影響が大きくなります。それは一番影響力が大きい神秘です。アビラの聖テレジアをはじめ他にもシャルル・フーコーやマザー・テレサなど皆世の中を変えるように来ました。そして私が心と霊と神と結ばれれば結ばれるほど私の影響力が社会の革新に重要なものとなるのです。私は2008年1月12日にフルリランフトのニコラ修道士のところで週末を過ごしたことがあります。私が朝早くに降りていくと雪が積もっていました。私は国のために、そしてキリスト教の根源に戻るよう祈りました。すると閉鎖されていた教会のために力を尽くさなければならないという思いに駆られました。当時この教会のことが新聞に載っていました。この教会をモスクに変えることが問題になっていたのです。そのことが非常に気になっていました。私はある一つのグループに属しています。そのグループの人たちと一緒に政治家たちがキリスト教の精神を持って責任を遂行するように祈っています。そのために私たちはいつもニコラ修道士のところに行って我が国とヨーロッパのために祈っています。私たちは常に簡素で小さなことから始めるべきだと考えていました。私は決心し、教会を開けてそこで一人で長時間祈るために長い間働きました。人がやってくることに気づきました。それはささやかで大々的な宣伝はしませんでしたが、人々が、若い人たちも少しずつやってくるようになりました。最近インド人が来て、この教会が美しく光り輝いていると言いました。私は即座に当時の司教に連絡して、ここにキリスト教の祈りの家と学校を開きたいと打ち明けました。彼は即座に支援してくれました。人々が再び共に祈るために集まれるよう、この教会が再開したことに感謝しています。私たちが神に満たされて身も心も完全に神に属していれば、宗派や属する教会が第一の問題ではなくなります。そういったファミリーは大事ですけれども、神に結ばれていればいるほど我々はキリストである唯一の体を形成するために、人間家族として教会として歩み寄るのです。我々の父親のいない社会では皆神と出会いたいと渇いています。社会でも間違った神の心、神の姿を私たちに見せるのですが、ニコラはいつも私たちの身近にいらして、私たちを抱擁してくださる神様を示してくれました。この20年の隠遁生活の間、彼は聖霊と父とこと聖霊の神秘について書かれている本について瞑想しました。この三密体の神秘とは、
父と子と聖霊のそれぞれのペルソナがお互いに他のペルソナへと全く自分を与えて愛し合っているということです。教会は必要です。しかしまず神様がいらっしゃり、その御国があります。私は何よりもまず神のものであり、その神は私を御子の血によってあがない、私に洗礼を授け、キリストの体の一部としてくださいました。キリストがその頭です。私が教会に属していることはその後に来るのです。ドロテは最後まで彼女の主人に忠実でした。彼の死に立ち会い、彼の人生の最後の1週間は彼の隠遁の場に付き添いました。今月は私たち一人一人が神様の呼びかけに忠実でありますよう、また自分で想像できる範囲をはるかに超えて平和の道具となることができるように祈りましょう。ニコラ修道士は彼の隠遁のとこで1487年3月21日に亡くなりました。1669年に霊服され、法王ピオ12世によって1947年に霊制されました。今月の御言葉はコロサイ人への手紙3章12節から15節です。あなた方は神に選ばれているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにはあなた方は免れて一体とされたのです。